久保さんニコラ・テスラにしましょうか。ニコラ・テスラはこんなこと言ってます。昨日の脅威は今日の一般的な出来事に過ぎませんと。と昨日の脅威は今日の一般的な出来事に過ぎませんと。と、まあ、これちょっと難しいですけど、多分僕の解釈で言うならば、まあ、昨日すごいことが起こった、事件が起こった、なんかいろんなことがあったかもしれないけど、まあ結局は何だろうな。それは、うん。 昨日起こったことであり今日は起こってないと今日は普通であるとな,なんですかねなんかとらわれるなっていう感じかなどうなんだろうなき昨日は脅威と感じていても今日は何だろうない今日という日がすき流れているだから何だろうなうんまあ気にすんなよみたいなね一休さんみたいに 気にしない気にしないみたいな。<laughs> なんかそういう感じかな、解釈。ここ結構ちょっと難しいな。でも、いい僕のいい解釈だと、まあそんな感じに捉えられますね。昨日の今日は今日の一般的な出来事に過ぎ、出来事に過ぎません。うん。どうですかね。ま、う、あ、ん、多くの人が、なんか、引きずるじゃないですか。 うん、特になんか、まあ、トラウマみたいなね言葉もあったりとか過去こうだったからみたいなね今までこうだったからとかね、まあ、よくネットビジネスで稼げない人はもう本当にそれを言いますからねいや今までこうだったんでとかこうでああでとか、うん、それは別にあ関係ないと僕は思うんですよね、まあ、関係あると思うんだったら関係あるとはずっと関係あるだろうし <laughs> だから結局こう考えるかこう考えないかですよね うんだ昨日の脅威を今日の脅威と考えるんであるならば昨日の脅威は今日の脅威になってしまうってことですよね。あこういうことか。昨日の脅威を脅威と今日も脅威と考えるんだったらそれは昨日の脅威は今日も脅威になるってことですよね。うん。多分こんな感じかな。うん。はい。いってらっしゃい。